シダ未来、悪女ウツボカズラ女で新境地、新ドラマ共演者も発表賞なりウツボカズラの夢大なりシダ未来、モデルプレスイコール6月22日、女優のシダ未来を主演に迎え、お気象作家の南朝市の、ウツボカズラの夢、双葉文庫館を、東海テレビ富士テレビ系にてドラマ化、毎週土曜23時40分けら、8月5日より放送、することが分かった。 菱形ウツボカズラ女って自分から動かず、獲物の欲望を利用して目的を達成する食中植物のような女性を指すウツボカズラ女子の主人公斎藤未冬に大人の女になったしだが挑戦する動作。劇中には夫に逃げられたセレブ妻、男を財布に見立てセレブ妻、男を財布に見立てる計算不倫女。 妊娠で妻の座を得た地味女など様々なウツボカズラ女が登場。自分の邪魔をしない、限り女は秘密を共有できる生き物。そんな秘密を水面下にたゆたわせながら、女たちの欲望と願望がぶつかり合う。ひし形、ウツボカズラの夢、ストーリー。ミ冬ユ、シは、母の死後。 父が愛人を家に引き入れたことで居場所を失っていたところ、亡き母の10枚だったおばか島田奈子に誘われて長野から東京へ。そこは、美冬がどう望んでも手に入れることができない富に恵まれた家だった。しかし、そこで暮らすつもりだった美冬に奈子から一言、どのくらいいると思ってればいい一<い>ヶ月。 まっすぐに生きていても助けなんか絶対に来ないと思った美冬は、鹿島岳の中に居場所を求め始めうつぼかずら女としての目覚めるのだった。岸形志田未来、斎藤美冬役、長野県中野市出身、高校を出たばかり、母の死後、父親がすぐに再婚する。義母は妊娠しており間もなく出産、居場所を失った。 最初は、その境遇に戸惑うばかりの少女だったが、やがてうつぼかずらな女に変貌する。料理が得意。泣き母のいとこであるな子を頼り、上京する。コメント、今回私が演じるみ冬はただただ自分の居場所を見つける、こと幸せになるということを考えて必死に生きて、います。その姿が、悪女であり。 したたかでもありながら、そうしなければ一人で生きていくことができない孤独な女性だと思います。今まで演じたことのない役柄ではありますが、新しい自分をお見せする気持ちで頑張ります。菱形大塚ネネ、か島田尚子役、吉水のお嬢様育ち、専業主婦、宣伝された用紙を持ち、若々しい。 経済的に恵まれているが、ゆえに悪気なく格差を見せつける発言をする。まるで、パンがなければお菓子を食べればいいのに、というように、ボランティア活動に熱心で、保護猫の里親を探す活動に参加している。未冬が鹿島だけに来たことで、完璧な家族が崩壊していく。そのことで、なお子自身が本当に求めるものに気づいていくが、 コメント企画のお話を最初に伺った、時子供の、この家のリビングにウツボカズラがあったのを鮮明に思い出しました。子供心にも不思議な植物でした、小。ナオコという女性は、糸の上を歩いているような不安定なところがある女性だと思います。その時その時のナオコの気持ちを大切に演じたいと思っています。この物語は本当の幸せって何だろう と考えさせてくれる作品だと思いますので、様々な世代の方に見ていただけたら嬉しいです。菱形国将さゆり、福本ひとみやく。直子の友人。子供が同じ学校だった。直子と同じように、ボランティア活動をしている裕福な専業主婦だったのだが、実は生活は破綻しており、そのことが周囲にバレないかと日々ドキドキしている。結婚前は商社で働いていた。 お嬢様なな子をどこか会れんでもいる。岸形松本敏夫、エグザイル、吉岡圭介役。な子が手伝う NPO 団体の主催。保護猫の活動をしている。動物を愛する心優しい男だが、寄付があまり集まらず、経済的に苦しんでいる。岸形幅広和、鹿島田雄郎役。な子の夫。団体職員。総務省から執行中。 一流大学でのエリート。仕事内容は家族にもよくわからないのだが、金回りがいい。女に弱く、だが飽きやすい。今も愛人がいる。楽天的に浮気しても隠しを押せる、と思うタイプ。鹿島だけにやってきた美冬にも興味を示す。菱形松原千恵子、鹿島田休子役、雄太郎の母。 二世帯住宅の親世帯で一人暮らし、夫は死去。なおこと折り合いが悪く、子世帯にはほとんど干渉しないが、実は小さな物音などから息子家族の様子を覗っている。岸形松本圭介プロデューサーコメントこのドラマのテーマは格差です。生まれながらに進める道がある程度決まってしまう今の世の中で、持たざる者がどう夢をつかんでいくのか。 野南先生と映像化の話をさせていただいたときに弱者は決して敗者なわけではないというお言葉をいただいたのですがまさにそこを目指して視聴者の方々に楽しんでいただける作品にしたいと思っております野南先生の魅力的な原作に志田さん大塚さんなど魅力的なキャストが集まった以上これを面白くできなければプロデューサー失格 身体をかけるつもりでこの夏を熱くしていきたいと思います。モデルプリス編集部。